ロシア連邦人民大議員大会は、ソビエト連邦末期のゴルバチョフによって、ソ連最高会議に代わって設立された、最高国家権力機関のロシアソビエト連邦社会主義共和国版。ソ連崩壊後のロシア連邦でも、人民大議員大会の制度は引き継がれたが、1993年のモスクワ総乱事件後の新憲法によって、廃止、解消され、 現行の二院制のロシア連邦議会が創設された。ソ連人民大議員大会及び最高会議が創設された。同じ期間にロシアソビエト連邦社会主義共和国でも人民大議員大会が創設された。ロシア人民大議員大会は1990年3月に選挙が実施された。定員1068名で自由選挙がここでも実施された。エリツィン。 サハロフラ急進改革派が当選したものの、共産党は86%を占める920名の議席を獲得した。選挙後、エリツィンが最高会議議長に選出される。エリツィンが国民の直接投票で大統領に選出された。あとは、ルスラン・ハズブラートフが公認の最高会議議長となる。ソビート連邦の崩壊後、エリツィンとハズブラートフ。 アレクサンドルルツコイ副大統領との間の対立が先鋭化した。1993年モスクワ騒乱事件でエリツィに武力で廃止されるまで存続した。英語版の1917年から1936年にかけてのコングレス・オブ・ソビエッツは通常ソビエト大会と訳される。ありがとうございます。